どうも、スクエアスクエアです。では、今回もファイナルファンタジー0式の実況プレイをしていきたいと思います。はい。今回のパートから第8章が始まるわけですけども、自分、もう第8章の冒頭の部分はすでに見ております。なのでね、この先の展開も冒頭の部分まで見た状態から、今回は始めさせてもらっております。最初の部分はちゃんと録画しておりますので、まずは第8章の冒頭部分のを皆様にご覧になっていただきたいと思っております。それでは、オリエンス統一を果たしたスザク軍。だが、喜びの使う場、彼らの前に立ちはだかる最後の脅威とは一体、ぜひご覧くださいませ。それでは、第8章、スタート。時の歯車は大きな音を立て回転する。そして戻れぬ時を刻む。一つ、二つ、三つ、四つ、時は満ち、始まりの封は切れる。あ、出た。お前オープニングにいた神様だよな。世界に雷の小姉響かん。てか、これはクリスタルの王歴842年、空の月7日、四季の月は脈の接種すべてにおいて意味が違う。なにこれ。始まりの風に切れしてきすべてにおいて意味が違う。何？この日、世界が変わった。突如、空は赤くなり、海は漆黒に塗りつぶされた。何？レムがパーティーから外れます。は？は？え？なにこれ、突然すぎでしょこれ、急に。終わりじゃないのこれで。てか、なにこれ。どうなってんの。てか、ごめんなさい、状況がつかめないんですけど。押すよ。ノーウィングタグ。てか、最後のあの我ら来たれりとかっていう変な声、なんなん。ここはあれでしょ、外に出られる場所ですよね。そうだ、地図はルブルブ地方。まあ統一はされてるね。ノーウィングタグ、ノーウィングタグ。どういうこと？出てみますか。どうなってんの。そして、見たこともない様式の神殿が現れ、世界はルネサスという敵に埋め尽くされた。誰だお前は。スザクでは院長を含めた各局長とも連絡が取れなくなり、ちょっと待ってくれ。ルシシュユやお前誰だ。行方不明になった。支持系統を失った候補生たちは、ちょっ、世界を凌辱しているルネサスに挑み、ルネサス、ちょっと待ってくれ。混乱の一途を極めた。お前は誰なんだ。その中でクラステロが行っていたミッションコードクリムゾンの存在が露見し、クラステロは不満のはけ口としてスケープゴートとなっていった。身代わりの羊ってか。突然すぎねえか。フィニスという判決。終わりがこれで最終章。これでおしまいと。なんやねんこの終わり方。
終わり方っていうか何この最終章。あーてかなんかいろいろ起きてるな。やばい、赤い赤い、目に悪い、目に悪いよ。なんじゃこりゃ。え、あのオリエンスが、あのスザクが天下統一しちゃったから奴らは現れたってこと。え、生き残りいなくねこれ。飛空艇発着といける？いける、オッケー。おいおいおい、あー俺たちの飛空艇は武器か。マジか、なんじゃこりゃ、こんなのってないよ。まあ状況はなんとなくつかめたからセーブが欲しいな。なんか制限時間もなんかないみたいだしな。とりあえずエントランスに入りますか。もうどんどん死んでいるな。え、ムービーか。もうおしまいだ、クイニスの時が来たんだ。みんなあのルルサスって奴らに殺されるんだよ。落ち着け、みんなの不安を煽るな。うるさい、そもそもお前たちクラス、あ、魔法者も使えねえ。何もかもおかしくなったんだ。そうさ、何が幻のクラスゼロだ。そうやって都合の悪いことを全て人のせいにするつもりですか。お前らのせいでスザクは、いや、オリエンスはおかしくなったんだ。お前らはアギト候補生なんかじゃない。フィニッツを呼び寄せた悪魔だ。悪態をついている暇があるなら少しは建設的なことを考えたらどうです。建設的？候補生が束になっても勝てなくて自由も効かない。じゃあ逃げればいいのか。どこへ、どうやって生き残るためにはどうしたらいいんだよ。それは逃げるとこなんかないんだ。みんな死ぬんだ、終わるんだ。まずいぞ、パニックが連戦する。ああ、これで終わりか。マジで。え、てかセーブは、よかった、あったあった、よかった、ああよかった。はい、皆様いかがだったでしょうか。いやーね、まさかね、オリエンスを統一してね、もうハッピーエンドになるどころかね、もう謎のルルサスという脅威に襲われて、もう完全バッドエンドじゃないですかこれ。まあ最初に戦ってみたところ、まああのルルサスはイベント戦闘だから、まあ、倒せないのは当たり前なんですけども、多分これからああいう敵がいっぱい出てくるってことでしょう。要するに倒せるかな俺、果たして。そうなんですよね、レムさん抜けてるんですよね。なのでね、軍神役がねいないというのもね最大のネックなのでね。いやー、今までね、まあ僕の実況動画のタイトルでありますアギト軍神クラスゼロキタレリの軍神がね、まあ使いづらくなったっつうのでね、いやー今まで軍神に頼りきりだった自分が果たして乗り切れるかどうか心配なんですよね。まあとにかく、まあやっていくしかないか。では冒頭の部分をお見せしましたので、今回はここから、まあこの先は初見なのでやっていきたいと思います。あ、そうだ、この悲しげな BGM だったね。そういえば、てかみんな無事だん。みんなちょっと前まで僕たちに頼ってたのに、手のひらを返して攻め立てている。ふん、どうせ私らは嫌われ者だよ。私たちは
マザーやスザクのミッションをこなしてただけだ。誰かに感情をぶつける理由が欲しいのさ。鬼を飼っていたものがいつしか鬼として追われるようになる。昔からよくある話ですね。にゃー、もう一体全体どうなってるの？わけがわかんないよ。落ち着いて状況を整理しましょう。一番の問題は、そうですね、まずはやっぱり あれです。 あの珍しいこともあるもんだ。クイーンもパニクるんだね。そんなことを言ってる場合じゃありません。レムさんが目を覚まさないんですよ。え、マジで？あのレムさんが急に倒れてそれっきり起きないなんて。病気だったんだよね。なんで隠してたんだろう。こちらに心配をかけまいとした、そういうことだろう。そうだろうな。隊長の話をしているときはいつも嘘をついているようだった。ほへ、セブン、そういうの分かるんだ。ん？みんなは分かってなかったのか。レムの病気は随分と前からだったらしい。今の医学では治らないとマザーが言っていた。医療科の話でもファントマの弱り具合からもう目覚めないかもしれないと言われました。マジですか？みんな心機臭いな。もうちょっと前向きに行こうよ。そもそもマキナのやつはどこに消えたんだよ。おい、レムのピンチだったのにしょうがねえやつだったが。マキナのことを私たちが覚えているということはマキナが生きている証拠だ。でもどこにいるってんだ。なんだかクラスゼロがバラバラになっていくみたいですね。暗すぎるって。でもさすがにこの状況はちょっとへこんじゃうよ。いい？暗くしてたってレムは目覚めないし、マキナも見つからないよ。そんなに暗くなってるとみんなでどんどん沈んでやがて沈没。明るく振る舞っても同じことだろ。違う違う、前向きになれば前向きな未来が描けるんだよ。いい案も出やすくなるんだって。お？はあ、ジャック。何？生まれて初めてあんたを尊敬したよ。いや、照れるなって褒めてないよねそれ。いじけている暇があったらまずはできることからだな。少し情報を集めよう。うん、こんなね大ピンチな状況なのにジャックは結局いつも通りだったってことだね。てかそういうね、ジャックみたいなね、その前向きで振る舞ってくれるまあ人がね、一人でもいてくれるとね、まあもうみんなもね、もう元気になれるってもんだよ。え、てかレムさん目覚めないってマジかよ。嘘やろ。え、またムービーですか？封は切られ、魂の解放はなされた。マザー、今のは？あなたたちはたどり着けるのかしら？え？私が求める刹那の、いえ、虚空の先、涅槃寂静のごとき可能性。マザー、それって何の話？最後の1ページは自分たちで記しなさい。うん？あなたたちはただの一度も生き方を選んではいないのだから。生き方を選んでいないって？
クイーン、あなたならわかるでしょう。アカシェの書ですか。そう、クリスタルの意志、すべての運命を記した書。あなたたちはその書に記された通り、ただ忠実に命令を全うし生きてきただけ。そんなことだから、最後だけは選びなさい。これは私が最後にあげる人としての自由。そう、あなたたちは人なのよ。人には生まれを選ぶ自由はない。でも人だけがどう生き、どう死ぬかを選ぶことができる。だから選びなさい。そしてアカシャの書に自ら記しなさい。マザー、いつもと感じが違ったね。なんかよ、いつも以上に話が分かんなくて頭がぐちゃぐちゃになりそうだぜ。だいたい俺らが人なのは当たり前じゃねえのか。おい、マザーは選べと言った。私たちは何を選べばいいんだ。まあそれはまあ人としての生き方でしょうね。あのマザーがな。なんかびっくりマークあるな。まあ話も聞いていきたいけど、こっちまず優先しましょうか。びっくりマークを優先するっていう感じで。あのルルサスってやつら、結局何者なのかね。そんなに手強い相手なのか。すっごい強いよ。シンクちゃんがちょっと自信なくしちゃうくらい強かったよ。まるで歯が立たないっていうのはああいうことさ。マジか。さらに追加で悲しいお知らせです。総領に向かったファーストの皆さんからの連絡がプチッとな。連絡が途切れたのか、おいこら。奴らに食われたか。はそんなの関係ねえぞこら。とにかくルルサスとかいう連中をぶち倒せばいいんだろうが。クラスゼロ全員でかかれば楽勝だって。俺がぶっ飛ばしてやるよ。今ばかりはあんたのたわごとが心強いよ。まあ確かにな。まあさっきジャックみたいなやつも一人ぐらいいればいいとは言ってたんですけども、ないみたいなそういう勇敢なやつが一人でもいてくれるとさらに嬉しいですね。てかアイテム買い足しておきますか。ポーションもういいか。99個ぐらい買ってもいいか。もうはい、こんな感じで。これは結構高いな。委員長、局長を見かけた方は速やかに。おっと、なんかいっぱいいるな。お前もしかして円楽君じゃないのか。お前もしかして円楽君無事だったのか。お前出た、円楽君出た。よかった、無事だった。円楽君すげえ。円楽君このルルサスの状況もお前無事だったんだな。お前すげえや。さすが1組だな。クラスファースト無敵の円楽君じゃないか。クラスゼロ一体どうなってんだ。レベちゃんは倒れた。病気。あのマキだってやつもいない。なんなんだよあいつは。レベちゃんの、いや俺には攻める資格なんてないな。俺もレベちゃんが目覚めた時のために今できることをやるよ。ルルサス追い払おう。グンルエブリン、はい。ルルサスを倒す唯一の手段ですか。あと奴らが倒れている間にファントマンを抜く。ファントマンを抜かなきゃ奴らは復活すると。オーケー。あってか、ナギさんじゃん。よっお前ら、こんな時に司令室で何やってるんだ。
こんな時だからだよ。困ったもんでさ、院長が行方不明なんだ。なんですって？まったくこの非常事態にって思うだろう。議会とも連絡がつかなくて、おまけにドクターアレシアも捕まらない。マサも？はじめはルルサスってのにやられたのかとも思ったけど、覚えてるから生きてはいるってことだ。それでは今は誰が施策をまとめているのですか？誰もいないから困ったって話だよ。命令系統は完全崩壊。仕方ないからここだけは仕切ろうと思ってさ。で、どういう状況なんだ？悲惨だよ。ルルサスとかいう化け物は朱雀に進行中。撃退に向かった候補生たちは手も足も出ない。何人も死んだよ。朱雀の候補生たちが？聞いたところによると、ルルサスってのは聖者のファンタマを破壊するらしい。つまり治癒が効かない。ち、被害がでかいわけさ。早くどうにかしないと。もう命令は降りてこない。頼れるのは自分と仲間だけだ。新しい情報が入るかもしれないから、また顔出してくれ。俺のできることはそれくらいなんでな。なるほど、ナギさん十分すぎるぜ。お前十分すぎるほど役に立ってくれた。あれ、タチラビさん、あなた。お疲れ。あ、やっぱりタチラビさんか。生きていたんだ、あなたも。多くの候補生たちが通信機構所に死んでいった。悔しいよ。かすみさんも生きていてくれたのか。お疲れ様。こんな時私たちよりも候補生の方がよっぽど頼りになるのね。手の空いている方は負傷者の治療にご協力ください。あ、あの人か。候補生は持ち場を離れず防衛体制を整えてください。あ、この人だね。あいつら、ルルサスは何の迷いもなく現れた。ああ、魔法で守られてるはずだ、ここに。ああ、そっか、テートに出てたからな、多くのメンバーは。ああ、瞬間移動すると。うん、逃げ場がないと。ああ、町の人ももう無理だと。おい、何か分かったか、さらに。そうだ。お前らには伝えておく。広告のシドが例の神殿に入った。シドが一体何をするつもりだ？さあな、開目。どうした？飛空艇が。これじゃ神殿に近づけない。このままじゃ全滅だ。じゃあダメだ、助けてくれ。おい、どうした？落とすぞ。くそ、他の連中はダメだ。まさか全滅？お前ら、あそこに近づくなよ。かの地、選ばれし者のみが入ることを許される。その者天理天道に触れ、まことなるものを手にするだろう。それは利害の利、アギトへの断り。それは力、アギトへ至る王権。そして賢者は語る。すべてにおいて意味があり、すべてにおいて意味が開ける。選択せよ、断りか王なる力か。我はなろう、アギトへと。鐘を鳴らそう、世界を震わせ伝えよう。九と九が九を迎えし時、四季なる底脈動せし。そして始まりの風が切れし時、イカズチのごとき小姉が響かん。我ら来たれいと。何それ？無名の書と言われる本の一節です。シドがアギトになるっていうのか？そうは言ってませんが、状況が似通っていたので思い出しただけです。ちょっと似すぎだね。あの男がアギトになったら朱雀はどうなってしまうのでしょう。簡単に見過ごせる問題でもなさそうだな。皆さんにお話があります。準備ができたら教えてください。
になりますが。何ですか。こんな状況になってしまいましたが、頑張りましょう。私は何があっても最後の時までここで放送し続けます。ですから皆さんも諦めないでください。以上、放送室からでした。放送にその直後やられないでお前、うん、赤坂所のあるアルトクリスタリウムでお話ししたいことがあります。はい、アルトクリスタリウムに行きますか。じゃあアルトクリスタリウムに行けばいいんじゃない。直接改まって話ってなんだ。スザクの背後に現れた神殿のことです。あれを知っているのか。審判の地バンマデン、あの神殿の奥では審判者と呼ばれる者がこの世界にアギトが生まれたのか、その最後の審判を行うために待っています。外の世界に溢れているルルサスも関係があるのですか。ええ、あれはアギトなき世界を消し去る者たち、最後の審判の結果遺憾ではいなくなるのかもしれません。カモン。はい、その先はここには書いてありませんから。マザーが言ってた最後の1ページ。そうですね。それで俺たちに何をしろと。それは私が決めることのわけないじゃないですか。皆さんは何をしたいのですか。え、何したいって。ねえねえ、その審判者とかは何がしたくて審判してるの。審判者がしたいことですか。それはクリスタルに与えられた使命を全うすることではないでしょうか。でもそんなの私たちは知ったことじゃないよね。そうだな。アギトが生まれねえ世界を消す。はあ、私もそんなの許した覚えはないね。ではどうしますか。ルルサスからスザクを、世界を守りますか。いやいや、ただの候補生が世界を守るとかおかしいでしょ。ただの候補生かは置いといて、どちらにせよ僕たちは命令のない戦いを知らない。最後の1ページは私たちが決めろか。どうする。俺たちの選択肢はそれほど多いわけじゃないだろう。ルルサスに立ち向かい、スザクを守るか。このままここでルルサスがスザクを滅ぼすのを待つか。どっか逃げちゃうってのも良くない。審判者とかいうやつが親玉なら、そいつをぶっ倒すって手もあるんじゃないの。あ、それだと俺らのいつもの任務っぽくて分かりやすいな。おい、誰かを守りながら戦うとか、もう全然性に合わねえし。アギとならざる者、審判者の前に立ちしとき、その命無に帰るだろう。は？無名の書にはそう書かれています。書の記述が正しいのなら、審判者のもとに行くにはアギトになるしかないのかもしれません。いきなりアギトになれと言われて簡単になれるものなら、誰かがとっくになっているはずです。そうでしょうね。そもそも今はマザーがいないことをお忘れですか。あ、そうです。マザーがいないと私たちは戦闘離脱時に目覚めることができません。だね。私らマザーがいないまま戦ったことなんてないもんね。じゃあこのまま黙ってスザクと共に滅ぶのか。回復は役割を分担して俺たちでやればいい。おお、ナイスアイデア。忘れたのですか。ルルサスに負わされる致命傷はファントマンに及びます。回復する術はないんです。何を選んだところで死ぬだけか。まるで死に方を選べって言われてるみたいだね。どうやって死ぬのかっていうのは、どうやって生き抜くかってことでもあるんじゃないかな。あんた、たまにうまいこと言うんだよね。
アテンション、クポ。星姫もしかして、星姫だよねあれ。生きてたのあんた結局。星姫なのか。シドはかの地にて誠なるものを手に入れた。まさかシドがアギトに。お前たちも向かうのならば私が送り届けよう。なぜだ。かの地は人の身ではたどり着くことはできない。道を開けるはルシのみ。今の朱雀にルシはいない。だから私が代わりをしてやろう。ふっ、罠なんだろ。これは私の選択。お前たちは好きに選べばよい。ただし時間はない。私が人の意志を保っていられるのは僧侶に危害が加わっていない今だけだ。バンマデンはここより南西の海の中に突如として現れた死の神殿。人にはたどり着くことすら叶わぬ。もしも行くと選択するならば私が送り届けよう。だが一度行けば戻ることは叶わぬだろう。行くかどうかは選択をするのはお前たちだ。行く決断を下したときは私に話しかけろ。たとえ忘れられてしまう結果になったとしても別れの挨拶をしておくべきだと私は思う。なるほどね。そのバンマデンに行けば戻ることはできない。くそ、軍神使えないんだあそこ。うわー、そういうことか。やっぱな、そう思ってたんだよな。レムさんいなくなったってことは嫌な予感してたんですよね。そうだよな、確かルルサス、なんかファントマにも影響あるし、なんか回復もできないって言うんで、まあ、もしやと思ってうっすら気づいてたんですよね。やっぱ軍神無理なんだ、あそこ。まあ、スザクはね、まあ、おまけ動画の方で一回使ったぐらいで、まあ、あんま使ってないですけども、そうか、ヒットポイントの自動回復もできないと。まあ、今までそれ頼りきりだったからな。また補給もできませんと。何この突如の無音、何この無音はやめてくれよ。せめてあの悲しげな音楽流れてきてくれよ。私何だか気になることがあるんです。何ですか。まあこんな状況だけど、誰かの帰りをずっと待ってたような気がするんです。それこそずっと。でも誰の帰りを待っていたのか思い出せないんですよ。ってことはだ。嘘だ。アリア死んだ。もしかしてアリア本当に死んだん。死んだんだよな、アリアの最後。そうか、カコウといなくなったからな、あいつ。ムツキいるな。まあいいや。ムツキだよね。ムツキ、何をしているんですか。もちろん僕をいじめに来るルルサスをやっつける爆弾を作ってるんだよ。なるほど、今まで聞いた君のご意見の中で一番まともですね。あいつらは今度は本当に僕をいじめに来るんだろう。いじめでは済まないと思いますがね。よーし、なら今度は思う存分僕の爆弾の威力を思い知らせてやる。ドッカーってね。こういう時はなんだか頼りになりますね。なるほど。てか、リードもいるのか。てか一人ずつこれムービーあんのか、もしかして。だが時間かかりそうだぞ。それはそれでごめんなさいね。リード、何してるんだ。無論武具の整備だ。今度の敵は強い。さすが、やる気満々だね。俺は玄武が消滅した時何もできなかった。だが今度は違う。スザクを、オリエンスを終わらせはしない。けどさ、
院長とも議会とも連絡がつかないんだよ。ならば己の意思で動くまで。迷いがないんだね。何を迷う。今こそ俺たちの力を証明するとき、友を守るために戦うだけだ。あんたのそういうとこ嫌いじゃないよ。確かにね。お前も言ってくれたか。お前まとめ話したことないけど、まあ一応聞いておくよ。やあみんな元気？こんな状況で元気だったらおかしいって。やっぱりそうだよね。お前は元気そうだな。ううん、ただジタバタしても無駄って分かったからこうしてるだけ。今はみんなアギトが現れて何とかしてほしいとか思ってるじゃん。そこでカルラがアギトでしたとか素敵なオチはないの？それはなかなか楽しそうだけど。アギトね。ま、そんなもんが本当に現れてくれるならいくら出したっていいね。らしくないことを言うな。いくらギルを貯めてたところで世界が終わったら意味ないし、成績が良くてもルルサスは見逃してくれないし、なんか私が今までしてきたことって意味なかったって思っちゃってさ。どうしてこうなっちゃったんだろう。違うな。今考えなければならないのはどうしてこうなったかではなく、これからどうするかだ。みんなすごいね。諦めてないんだね。まあクラッセロは諦めの悪いやつらばっかりだから。カルラもじゃない？そうかな。そうかも。そうだね。人間万事採用が馬、ピンチの時こそ稼ぎ時って言うもんね。じゃああのルルサスってのをどうにかしてみんなからたんまりもらっちゃうとしますか。そうそう、やっぱり彼らはそうじゃないと。ありがとう。俺たちにもまだできることはある。そうだよな。はい、そしてクオンさん、お待ちしておりました。クオンさん、もうおしまいですね。おい、どうしたクオン。伝説のフィニスの時とはこの時を意味していたのです。そんなこと言わないでください。まだどうにかなりますよ。私はアギトとは魔法を自在に使いこなすものと解釈していました。私はアギトになりたかったのです。俺たち候補生はみんなそうだろ。けどはっきりと分かりました。アギトなんて存在しないんですよ。フィニスの時が訪れた際、人々が絶望しないように作り出した最後の幻想、それがアギトです。どうしてそんなこと言うんですか。クオンさんらしくありません。私が探求した全ての魔導知識、あのルルサス相手に何の意味もなさなかった。だからって絶望するにはまだ早い。あのトモレスさえ消し去った高型ルシがルルサス相手に倒れたのに。ご存じなかったのですか。そうなのか。アギトは現れない。フィニスの時がオリエンスを飲み込むのです。クオンにしては珍しく絶望的なこと言ったな。でだ、ここでこそナインが現れればいいんだよ。ナインの勝つでクオンが目覚めるっていう展開もあるかと思ったんだけどな。まあ前編後編に分けてまだ時間があると思いますのでね。はいはい、これを見てみますか。まあ見たくないけどな、本当は。まあ見るしかないよな。アリアの最後。オーラキ842年、ソロの月6日。まあ、フィリスだ、あの前か。1日前の事件か。あれ？
私、なんかなくした？お前、どうしてここにいる？え？なんでだっけ？クラスゼロについてきて、撃たれて…ありゃ？なんで助かったんだ？誰か助けてくれやがってやつがいたな。あの加工トンか。ああ。はい、というわけでね、まあこれがね、もうアリアさんの最後だったっていうことですね。おそらくまあ敵の、まあ、最終ラストダンジョンに赴いていくわけですけども、もしかすると今まで使っていたエースたちだけじゃなくて、あんまり使ってこなかったキャラクター、まあ8とか、まあデュースとか、その辺ももしかすると使わされる可能性があるのでね、まあ次の収録までに、まあ残りの今まで使ってこなかったメンバーのアビリティもちょっと見直してみたいと思います。まあ武器の編成はまあ残念ながらできないんですけども、まあまあまだできることはねあるのでね、まあやっていきたいと思っておりますので、皆様よろしくお願いいたします。では次回晩までに突入したいと思います。では最後の調整を済ませていきたいと思いますので、今回の動画はこれで終わりといたします。では皆様、最終ダンジョンまで、最終ダンジョン突入の時まで、まあ待って いてくれればと思います。まあといっても、まあ定期的な投稿なんでね、まあこの動画がね上がっていることにはもうすぐに別の動画、まあ次の動画が上がっているとは思いますけども、まあ何はともあれ、次も動画よろしくお願いいたします。では、次の動画でお会いいたしましょう。お相手は、スクエアスクアでした。チャンネル登録、待ってます。バイバイ。果たして、その審判者たちを倒して、オーリエンスに平和をもたらすことができるのか。プレイステーション。